やっぱダサいな、おはようございます。セブンデイズトゥーダイ、9日目に突入しました。わー、8日目からは、迎撃拠点をもうこの通り作ってるんですけど、今日はここに階段を作ってみたいなと思っています。てかもう作れるっちゃ作れるとは思うんだけどね。フレーム形状の形を変えるという素晴らしい技を使ってみようかなと思います。でもいっぱいありすぎて迷っちゃうよね。この中でなんかこう素敵な階段みたいな感じで作れたらいいんだけど。あ、あるじゃん、階段。階段っていうのがもうあるんだね。斜めの階段とか。うわー、いいね。あ、めっちゃお腹空いてる私。ちょ、待って、もうちょい待ってて。え、こう、重鎮コーナーとか言って。あ、す、待って、これとかさ、すごくない？じゃ、階段を作るために、じゃ、先にフレーム形状で、ちょ、どのぐらいの階段にするかだけちょっと、置いておこうか。こうやってブロックをね。登って、ジャンプして立てる。ジャンプして立てる。ここをこう、こう、こう、こうすると。これ立てるだけでゲームの中の時間2時間も使っちゃったよ。何やってんだろうね。ちょっととりあえず荷物を置いて、素材収集に行こう。素材収集に行かないと始まらない。はい。壁にチェストくっついてるから、と言っても、まあ、そんなに物があるわけでもないんだな、こうやって見ると。いらないもん置いていこう。やべえ、どうしようどうしようって思ってたら、あっという間に時間経っちゃうね。あとさ、この拠点をね、この拠点の足元とかを強化するのに、玉石をいっぱい作っていこうかなって思うんですよね。クラフトで、粘土と小石、で、あ、今表示してたのに。玉石岩を、いっぱいクラフトします。あ、めっちゃクラフトできんじゃん。ちょっと、それはクラフトしすぎだわ。たくさんクラフトして、チンチンチンってして、で、こういう木材を強化していく。こうすると、お！レイコ残ったままにできるな。当たり前か。こうすると、ゾンビが壊しにくくなるんじゃないかって思うんですけど。なるよね、きっとこれ。こっからさらに強化もできるんだな。いやー、なんかごめんね、なんか収集、素材収集するって言ったり、建物強化するって言ったり、結構左右に揺れるんですけどね。まあ、やりたいことがね、どんどん移り変わっていくよね。あ、すぐ消費しちゃうね。もう全部作っちゃうか、こうやって。てん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 。あ、小石が足りなくなっちゃった。小石足りなくなっちゃった。また中途半端な感じになっちゃった。じゃあこんな中途半端に強化して階段の元みたいなお豆腐を作ったところで、どっか行きましょうか。すごい汚い探索してるんだけどさ。なんかこの辺中途半端に開拓できてないから、この辺に行きましょうか。ウェイ！なるべく、漁ってない建物を見つけつつ、小石も取りつつ。いいですね。なんかさ、こう、自分の動画見返してると、結構よく思うのが、私なんか結構目の前のものに囚われがちだなって思って。あ！おはよう！よし！ん？いや、今絶対逃したよな。あ、いたいたいた。こいつ、忍びか？忍びか、こいつ。画面のフリーズを利用して、私から逃げようとは。おいおいおい。え、待って、結構すばしっこいんだけど。ちょ、一旦しゃがんで。あ、やべえ、完全に逃げられた。あ、いたいたいた。待って待って。あ、やっと捕まえられた。やっと捕まえられた。すばしっこいな、お前。画面のフリーズを利用して私から逃げようとは。忍びか？よっしゃー。お、家が見えてきたよ。なるべくね、漁ってなさそうな家を中心に
回りたいんだけど、物覚えが悪いからね、どの家に入ったかとかよくわかんないんだよね。なるべく家の中のものを漁った方が、なんかアイテムとかもいいものがいっぱい取れそうだよね。ウェイポイントにつきましたね。そこの建物とかじゃあ入ってないってことか。結構立派な建物あるけど。あ、おはようございます。第一村人発見。あんたどっから来たの？東京です。東京から来ました、レイコと申します。へえ、なんかあるな。早速救急車。ちょ、後ろにゾンビいるけど。あ、ラッキー、蜂蜜の瓶詰め。こういうのありがたいよね。あ、おはようございます。おはようございます。おお、一発で首ちょんぱした。初めてじゃない？うわ、なんか結構ゾンビだらけだな、この辺。おはようございます。あ、病院の勤務の方ですかね。おはようございます。ちょっとお邪魔しますね。ポップンピルス。かわいい名前。病院の割にすげえかわいい名前。はい。はい。オッケー。もう入れる。あ、入れない。あー、出たこれ。あ、待って。ごめん。ピッキングの仕方調べてくんの忘れた。あ、でも普通に壊せそうだな。壊しちゃおう。はい、ガッシャン。楽勝じゃん。お邪魔します。あ、なんかモナリザかと思った。モナリザかと思った。あ、いるな。ありがとうございます。完全にドクターだな。あ、また首ちょんぱ。一発首ちょんぱ。いいですね。なんか、ここちょっと、崩壊してるんだろうけど、ちょっとおしゃれなオブジェみたいになってるね。あ、いる。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。今、お仕事中だから。お姉さん今、お仕事中だから、ちょっと待ってね。お前、来んなっつっただろ。うい。ごめんね。なんかすごい痛そうなとこ、打っちゃった。ごめんね。なんか絶対生前可愛い女の子だったよね。ごめんね。なんかさ、もっといいもん落ちてないかな。あ、待って。どっかにいる。どっかにいる。そこん中にいそうだな。でもそこ外かな。せっかくだからね、もっと奥の方に行ってみたいっていうか。キャッシュレジスター。お！ああ、お金か。お金とかはね、解体かなっていう。解体した方がいいかなっていう。こう、上の方行ったらなんかいいもんありそうだよね。あ、病院のベッドとかあるね。自動販売機。おお！売ってるんだ。でも私今お金の持ってないから、お金持ってないから買えないんだな。もったいないですね。ただのやつとかないかな。てか、これ壊した。うわ！やば！え、感電とかすんの？やば！感電とかするんだ。ちょ、ソファー壊して。お、いる。あー！怖い怖い。うわー！下半身のない方がいっぱいいる。いっぱい物音がする。うわー！いっぱいいる！うわー！なんでみんな下半身ないんだろう。うわー、怖え、足音する。あ、これまだ上もあるな。ドアもあるし、うわー。ちょっと、うおー。霧もみ回転。待って、スレッジハンマー。改造じゃない。なんか改造したな、今。あ、修理ができない。どうしよう、修理パーツがない。あ、どうしよう、スレッジハンマー、なんか、修理ができない。これなんか、これ、修理パーツが必要なんだ、これ。どうしよう。やばいな。ちょっとやばいな、それって。え、どうしよう、スレッジハンマーに私、すごい頼りっきりだったんだけど。やばいな。レンチの修理も修理アイテム必要でしょ？ちょ、ここ、検索窓にずっと溜まって入ってるから、抜いとこう。普通のスレッジハンマー作れないかな。石製なら作れるから、ちょっと作っとこう。
わー、いる。ふぅ、ふぅふぅ。わー、どうしよう、スレッジハンマー。鉄製スレッジハンマーないのきついな。石のやつで我慢しましょうか。うわ、めっちゃいる。びっくりする。びっくりするぐらいいるな。うわー、うわー。でもなんか私この前より、待って、スタミナ切れ、スタミナ切れです。やだね。くそくっそ。あー、ちょっと待って。めっちゃハフハフいってる。どうしよう、足捻挫しちゃった。これ使えるかな。あ、使える。よかったよかった。そっか、今まで私鉄製のスレッジハンマーに頼ってたんだ。でもなんかその辺回ってたらいいのありそうな気はするけどね。何も作れないな。石用のレベル1持っちゃってるからレベル3にして。そう、私さ、この武器の下に書いてある数字がこれ個数だと思ってたんだけど、レベルだったんだね。レベルっていうか強さだったんだね。1は解体しちゃおうか。じゃあさっきなんか上の階もあったからそっち行ってみようか。うわ、いるよ。ほら、上の階もある。ちょっと一旦この人倒して。あー、怖い。あー、わー、おーおーおーおお。たまごっち産んだぞこいつ。略奪品、おお。ツナ缶いいね。ツナ缶とクロス棒用鉄ボルト。はいはい。真鍮製トロフィー。バックパックで真鍮スクラップに解体したり、色で精錬して主原料として利用。はいはいはい。じゃあ解体しようか。ありがとう。この上に登ってみたいから、登ってみよう。ジャンプして、ポン。はい。OK。うわー、いっぱいいる。やだー。やだ、すごいいっぱいいる。すんごいいっぱいいるじゃないの。ちょっとやめてちょうだい。死ぬほどいっぱいいる。めっちゃいっぱいいる。どうしよう。うわー、これもう相当の、うわー、あー、落ちちゃった。やだー。うわ、どうしよう。うわうわうわうーわうーわ。ちょっと待って、冷静になれない。うわーわー、どうしようどうしよう。ダメだ、ここにいてはいけない。ちょっと一旦退避して、一旦退避して回復しなければ。アロエクリーム使ってちょうどそこの開いてないドアに頑張って向かってくれてるから、生肉食って生肉食っちゃってお湯飲んでうわー、ひどいね。あー、来た、来ちゃったわ。お、レベルアップ。外おびき寄せてからの、ちょっときついな。ちょっと上に行きたいのよ私。なんだお前は、怖えぞ。なんかないの。あ、医療用キャビネット、いろいろもらってこう。レントゲンとかある。あ、なんかいいもんねえのかよ。ただただだだっぴろいね。ちょ、外から逃げよう。外からこうやって伝って逃げていこう。なんかね、こういう感じの拠点作れたらいいんだけどね。あ、でも待って、まだ上の部屋もあるぞ。どっかから行けるのかしら。ちょっと冒険しよう。わー、いっぱいいる。いやん。あ、ちょっと来ないでください。頼む、来ないでください。いやん。いやん。いやん。来ないでください。いや、来ないでください。逃げよう、逃げよう。こことかもなんもない。わー、ナースだらけだ。ナースだらけだ。ミネラルウォーター。うわ、なんかすげえ、ここ。自販。ここも普通の自販か。なんかないんだな、この辺。うわあやめて
よもう。で階段あったんだなここに。わすごいここ。怖いこれ。いやー。わーすごいいいのいっぱいありそうなのに。うわーどうしよう。うわ死んじゃうかも私。うわちょっと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 倒しつつごまかしでいけないか。ちょっとちょっといろいろ。いや鉛かよ。あちょっと待って、ごまかしでいきたい。 You feel weak 急に英語。ちょっと待って、逃げたい足折れてるし。うわどうしよう、ちょっとどうしよう、ちょっとごまかしでいきたい。ちょっとごまかしちょっとごまかしで今どうしよう、全然歩けなくなってるし、どうしよう。ちょっと待って、ちょっとやばいよ。待って、あ頭が動かない。死んじゃった病院で死んだ。じゃあ寝袋付近で復活しましょう。はい、畑に帰ってきました。落ち着くねここ。いやここ落ち着くね、落ち着くわ。ですぐ病院行こうすぐ病院の方行こう、回収しないとね。さすがにいろいろもったいないからね。でそうこうしてるうちにもう夜の8時なんだよな。うわなんかどっか落ちちゃった。うわうわなんか変なとこ落ちてきちゃった。うわねえどうしよう、私こっから戻れなくなっちゃった。こっから、うわちょっと待って、うわもう無理、どうしよう、これ一旦死ぬしかないかも私。ワンチャンクマ倒してみる。待ってこれ一回死ぬわ、だってもう上に戻れないもん私、やばいもん今。うわうんこれでいい。うわーもうどうしよう、今日何もできてないよ今日やったのこれだけになっちゃうよ。うわー十字になっちゃったよ。うわーあ待って、今気づいたけどさ、前の前死んだやつってもう取り戻せないのかな。えどうしよう、え待ってクマいる、えどうしようどうしよう、ちょっと待って、一回死んじゃうとそれより前に入手したものとかは消えちゃうってことなのかな。それ結構ピンチじゃね、あれ結構やばいことしてるな私。だって木材だってさ拠点作るのにすごい使っちゃったしさどうしよう待ってもう私9日目なのにみんなよりずっと進捗遅い気がするな。いやまあみんなの進捗よくわかんないけどさ。あ玉石だ。いやーきびいな。なんかゾンビに慣れてきてしまったから夜中でもガンガン探索していこうかなとか思っちゃったりして、太ったハリーポッターみたいな。あ上の階あるな、上の階行ってみよう、多分いるかもしんないけど。洗濯かご、ここ何もないってことは私探索したのかな。ベランダだ、あ助かる、いろいろあるぞ。なんかあんまなさそうですね。ん？へへへ。うん、おセダン、セダンにはいいものいっぱい入ってるよーっていう。鉛と粘着剤、そっか。いやーでもな結構きびいな腐肉、結構厳しいしゾンビがいっぱいいるね。でも今日はちょっと探索を続けていこうかなと。わー手提げ金庫だって。あ待って、チェア拾っちゃった。金庫落ちてたよ今。あの金庫ってさぶっ壊したらなんかいいもん入ってんのかな。やっぱり流し台、いやーなんもないね。いやん
うわー、壊すの時間かかる。もう仕方ない、今日は何も進捗ないけど今日は病院をいっぱい探索しましたっていう、そういう回ということにしよう全然階段とか作れなかった。こことかなんかないかな。あー、鍋あった、鍋あった、よっしゃ、鍋重要だよ。あ、あるじゃん、味噌缶、味噌缶あんじゃん、よっしゃ。オーブン、やっとなんかまともなん見っけたわ。あ、木材、バネ、鉄、やっとちょっとまともなのが手に入った。2階も行ってみよう。ドア、すごい派手な部屋だな。パソコンがあるけど、木の机。おう、あ、ショットガン用シェル、おー、ラッキー。ショットガン用シェルってことは、やっとパイプショットガンを使えるな。パイプショットガンに使える弾だよね、ショットガン用シェルってきっと。よっしゃー。やっぱ金持ちの家は違うな。ナイトスタンド。お、ゴシックズボン。仕方ねえ。仕方ねえ、今私、裸んぼだから。あ、でも、見た目よりマシだな。うん。よかった、よかった。うわ、あ、犬がいる、あそこに。いやー、怖いな。あ、待って待って。ダッフルバッグ。おー！ユッカジュース、アロエクリーム。木製コンボの、レベル2。よっしゃ。ちょっといいの手に入ったね。よかった、よかった。いい！うわー、目が黄色い！やばい、こいつ！あー！やばー、こいつ！やばいやばい、戻ろ。お家帰るねえ、今日何も進んでないじゃんなんかこの変な木の薄っぺらい板作ってさ、足元ちょっと玉石岩、玉石岩玉石にできたのはいいけどさまあこんな日もなくはないと思うんだけど、まあ、とりあえず鍋はゲットしたからね、これで調理ができるってことですね。あ、そうだ、あとパイプピストルを手に入れたから、で保管庫に9ミリ弾があるから、これで多分ね撃てるってことよね。おーおー、いいですね、これあれば次の7日目はなんかしのげるんじゃないかっていう気がしてくるよ。いいですね。